今大会唯一の連戦です。家族や仲間の思い、そして伝統を背に走り勝つのは果たしてどちらでしょうか。はい、星稜もコーナーキック、セットプレーにはかなり仕込んでますからね。さあ変化をつけてくるか、伸びてくるボールだ、関川を狙ってきた。いきなり存在感を放ちました。先制は琉球内柏。前半5分、 J1 鹿島内定の関川愛久間、ヘディングが炸裂です。いや、いきなり関川が来ました。うまくマークを外したというか、はい、味方をうまく利用してフリーになりましたね。完璧なボールと完璧なヘディングですね。この放送席までバチンという音が聞こえてきました。高かったですね、やはりキーパー林の手を弾いて力強くゴールネットを揺らしました。パチンと手を叩いたのは本田雄一郎監督です。早くもゲームが動きました。北島さん、そうですね、ここまで早く得点が入るとは思わなかったので、まあ、どういう風な展開になるか今後楽しみですね。一気に裏を狙って10番の熊沢、こぼれ球を拾う、収めて、しかしここは8番の尾崎がクリアをします。ベンチの様子も今映っていますが、今日はキーパーを2人入れてきました。17番清水周は195センチあります。では1点リードの琉球大柏のスターティングメンバーも見ていきましょう。ゴール右サイドからここはクリアします。ベンチの様子が映りました。ゴールキーパーは17番の猪瀬康介、はい、監督、両監督のゲームということでね、楽しみですね。いろんな戦術、多彩な経験豊富なパターンを持っているというこの両監督です。さあ琉球大柏は今度は左サイドから9番の岡本縦に入れてくる。6番の中井、この中井が昨日は効きました。後半投入から流れを変えました。9番岡本追いついてクロスが来た、逆サイド。11番のセリタを狙ってきた。このこぼれ球拾いたい星稜ですが、なかなかここは星稜高校ボールをゆっくりと持てませんね。そうですね、圧力がやはり、さあここはヘディング、サイドネットに刺さりました。14番のキャプテン悟り、手をパチンと叩きました。今日2本目のシュートは琉球大柏です。いや、こういった縦に速い一発の攻撃もありますから ね。このボールを佐藤選手はうまくこう体を預けながら、なんとか自分たちのボールにできたりしますからね、はい、チーム1の体力を誇るという佐藤海斗、運動量でチームを引っ張ります。形になりますよね、はい、ここは関川一列下がったところです。このこぼれ球、関川が反応、頭で前に出て中央を伺う、左に出した10番の熊沢のクロス、飛び込んできた。いいボールでしたね。ここは最後狙ってきたのは18番の八木です、2年生。11番の西部にはぴったりと関川がマーク。あ、こう変化をつけて短くスライダー、クロスが来る、中央のヘディング、9番の有馬が飛び込んでいきました。いや、セットプレーで、スローインセットプレーでチャンスを確実に作ってきますね、はい、ね、見応えありますよね。さあ誰を狙ってくるか、有馬ゴール前だ、一列引いたところからヘディングを落として反転シュート打てるか、10番岩岸、素晴らしいキーパーですね。今しかし体に合わせました。キーパー、ね、キーパー1年生の松原、いやー、これが2本目のシュートになりましたが、こぼれ球よく反応しましたね、岩岸も。いやー、そうですね、あそこら辺の反応の素早さですよね。セットプレーと見ますと必ずチャンスシーンがやってくるというこの試合の立ち上がり、見応えがあります。今度は3本目、サイドを変えて今度は左から6番の中村が蹴ります。いや、8番の尾崎です。低いボールこぼれて、これはなんとか拾った。お、あ、しかし前に出ます琉球大柏、残す9番の有馬、前がいた、シュートになってきた、すごいシュートだ、うわ、クロスバーを叩きました。強烈な左足、有馬体勢、いやー、目の冴えるようなミドルでした。すごいシュートでしたね、伸びのある軌道、ちょっとブレてるのでキーパーも反応しにくかったかもしれないですね。まあ、背番号こそ違いますが、星稜高校で左利きと言いますとね、本田圭佑選手を放出させますからね、続けます、星稜高校です。とにかくこのプレスをかいくぐらなければ同点には追いつけません。抽選、このボール拾えれば攻撃1回成功と一緒ですからね、
関川が頭で弾き返したボールです。このセカンドボール、これを拾いたい。激しい接触がありました。キャプテン14番の悟り残した。6番の中井、縦に入れてスペースにボールを出す。うまい。さあ悟りと小平ですが、1人かました。悟り仕掛けていく、クロスが来た。グランダーのクロスよく戻りました。最後クリアは2番のおけさくでした。高さがあります。11番の西部は今一番外、もうショートコーナーだ。9番の有馬、有馬が縦に入れて、8番の尾崎のクロス、最後6番の中村がさらに中へというところでしたが、もう先ほど1本目の変化と同じパターンですね。そうですね。1回目は1分という今知らせが入りました。まあ今とにかく川崎監督、これシステムとしては1人前線に有馬を残して4人のディフェンダーにしましたが、そうですね、はい、今は応急対応で、お、いいボールですね。さあ有馬がシュート、ダイレクト、クロスバーの上ですが落として、3番の湯沢からもう一度戻す。4番の別荘、12番河内、ポンと浮かせてテクニックを見せます。9番の有馬のクロス、11番の西部を狙ってきた、こぼれて西部胸で落とす。いい反応でしたね、西部選手。はい、しかしよく体を寄せました。18番の八木のクリア、黄色の星稜、ここは苦しい展開です。手元の時計ではアディショナルタイムの1分を過ぎました。そして今笛が吹かれました。前半5分に J1 鹿島内定の関川育馬の強烈なヘディングシュートで流通経済大柏が1点を先制しました。ついた表情ですが、悔しさあるでしょう。まあ悔しいですよね。そのキャプテンの思いも背負い、まずは追いつけるか、黄色のユニフォーム石川県代表星稜高校、そして左から右に攻めるのが1点をリードする千葉県代表流通経済大柏。今大会唯一の連戦の中で最も厳しい、体に負担のかかる後半40分がスタートしています。長い助走から伸びてくる、これは回り込んでヘディングでクリア、こぼれ球熊沢シュート、キーパーの正面です。経済大柏に対しハイプレスでの戦いを挑んでいます。キャプテンの翔勇気に変えるか、黄色のユニフォーム石川県40校の代表です。さあこのこぼれ球、10番の熊沢が行く、引っ掛けた、そして浮かせて押し込めるか、シュート。しかし3番の湯沢が体を寄せました。あー、こちらも10番が倒れます。セリタに代わって古谷、182センチの古谷をセリタに代わって投入します。これで2枚目のカードを選択したという本田裕一郎監督。クロスが来ました、逆サイド、流れていったボール、12番の河内が最後飛び込んでいきました。ゴールに追いつくのは9番の有馬、ゴールの前には河内、そして2番の桶作、ファーサイドには11番の西部もいます。しかし琉球大柏はここは早い切り替えからボールを奪って、キャプテンの悟り裏に抜けていく、収めて1人かわす、中に切り込んで自ら打っていった。いすごいシュートですね。しかしここはポストに嫌われました。強烈なミドル、キャプテンの悟り、いや目の覚めるようなミドル。まあちょっとね、オフサイドかなっていうところで選手が止まっちゃったところもあったんで、はい、まあ、その中でもその隙を逃さずシュートまで行けた佐藤選手、素晴らしいですね。裏下がりましたので、今度は八木が蹴ります。一人飛び込んでくる、中央だ、古谷、いや失礼、悟りでした。キャプテンの悟り、この選手も止めば高さがあります。以上、まもなく後半の25分を迎えます。さあヘディングで競って、そらしたボール、14番の川本小太郎、11番の西部が拾って、ワンツーから抜け出した、西部だ、シュート、わずかに左、惜しかったですね。決定機を迎えましたが星稜高校追いつけず、悔しそうに地面を叩きました西部。まあ、今関川選手がヘディングで負けて、はい、そこの背中のスペースに走り込んだんですよね、はい、まあ、なのでやっぱりあそこっていうのは、うーん、勝つか負けるかでいろんなことが起きる、そういう場所なんだと思いますけどね、まあ、関川選手この時は、ね、ダッシュで戻らなきゃいけないですね。なるほど、これが1本目の後半のシュートになります。星稜高校10番11番ともにコンビを組んできた岩岸がベンチに下がりました。この土壇場、今日もドラマが待っているでしょうか。キッカーはキャプテンマークを巻く有馬、手が上がった、低いボール伸びてきた、
逆サイド、シュートはミートしきれず、ここも前線から追っていきます。7番の浅尾、いや、切り替えが早い。手元の時計では今3分を過ぎました。琉球大柏は交代のカード、時間を使います。八木に代わって23番の狭間を投入しようという琉球大柏、今狭間が入りました。さあ、すでに手元の時計では目安の3分を過ぎています。星稜にとってはラストチャンスか。3番の湯沢のロングスロー、土橋を狙ってきた、セッター勝った。さあ落として、どうだ、シュート、しかしキーパー正面、いや、そして試合終了。体と気持ちと、そして何より意地と心のぶつかり合い、激しいプレスの応酬、制したのは去年の準優勝校、流通経済大学柏高校。いや、いきなり関川が来ました。いや、うまくマークを外したというか、味方をうまく利用してフリーになりましたね。完璧なボールと完璧なヘディングですね。この放送席までバチンという音が聞こえてきました。高かったですね、やはり。キーパー林の手を弾いて力強くゴールネットを揺らしました。バチンと手を叩いたのは本田雄一郎監督です。早くもゲームが動きました、北島さん。そうですね、ここまで早く得点が入るとは思わなかったので、まあ、どういう風な展開になるか今後楽しみですね。一気に裏を狙って10番の熊沢、こぼれ球を拾う、収めて、しかしここは8番の尾崎がクリアをします。ベンチの様子も今映っていますが、今日はキーパーを2人入れてきました。17番清水周は195センチあります。では1点リードの琉球大柏のスターティングメンバーも見ていきましょう。ゴール右サイドから、ここはクリアします。ベンチの様子が映りました。ゴールキーパーは17番の猪瀬康介、はい、監督、両監督のゲームということでね、楽しみですね。いろんな戦術、多彩な経験豊富なパターンを持っているというこの両監督です。さあ、琉球大柏は今度は左サイドから9番の岡本、縦に入れてくる。6番の中井、この中井が昨日は効きました。後半投入から流れを変えました。9番岡本、追いついてクロスが来た、逆サイド。11番のセリタを狙ってきた。このこぼれ球拾いたい星稜ですが、なかなかここは星稜高校ボールをゆっくりと持てませんね。そうですね、圧力がやはり。さあ、ここはヘディング、サイドネットに刺さりました。14番のキャプテン悟り、手をパチンと叩きました。今日2本目のシュートは琉球大柏です。いや、こういった縦に速い一発の攻撃もありますから ね。このボールを佐藤選手はうまくこう体を預けながら、なんとか自分たちのボールにできたりしますからね、はい、チーム一の体力を誇るという佐藤海斗、運動量でチームを引っ張ります。形になりますよね、はい、ここは関川は一列下がったところです。このこぼれ球、関川が反応、頭で前に出て中央を伺う、左に出した10番の熊沢のクロス、飛び込んできた。いいボールでしたね。ここは最後狙ってきたのは18番の八木です、2年生。11番の西部にはぴったりと関川がマーク。あ、ここ変化をつけて短くスライダー、クロスが来る、中央のヘディング、9番の有馬が飛び込んでいきました。いや、セットプレーで、スローインセットプレーでチャンスを確実に作ってきますね、はい、ね、見応えありますよね。さあ、誰を狙ってくるか、有馬ゴール前だ、一列引いたところからヘディングを落として、反転シュート打てるか、10番岩岸、素晴らしいキーパーですね、今。しかし体に当てました。スローインセットプレーでチャンスを確実に作ってきますね、はい、ね、見応えありますよね。さあ、誰を狙ってくるか、有馬ゴール前だ、一列引いたところからヘディングを落として、反転シュート打てるか、10番岩岸、素晴らしいキーパーですね、今。しかし体に痩せました、キーパー、ね、キーパー1年生の松原。いや、これが2本目のシュートになりましたが、こぼれ球よく反応しましたね、岩岸も。いや、そうですね、あそこら辺の反応の素早さですよね。セットプレーと見ますと、必ずチャンスシーンがやってくるというこの試合の立ち上がり、ね、見応えがあります。今度は3本目、サイドを変えて、今度は左から6番の中村が蹴ります。いや、8番の尾崎です。低い低いボールこぼれて、
これはなんとか拾った。お、あ、しかし前に出ます琉球大柏、残す9番の有馬、前がいた、シュートになってきた、すごいシュートだ、うわ、クロスバーを叩きました。お、強烈な左足、有馬大聖、いやー目の冴えるようなミドルでした。すごいシュートでしたね、伸びのある軌道、ちょっとブレてるのでキーパーも反応しにくかったかもしれないですね。まあ背番号こそ違いますが、星稜高校で左利きと言いますとね、本田圭佑選手を放出させますからね、続けます星稜高校です。とにかくこのプレスをかいくぐらなければ同点には追いつけません。抽選、このボール拾えれば攻撃1回成功と一緒ですからね、関川が頭で弾き返したボールです。このセカンドボール、これを拾いたい、激しい接触がありました。キャプテン14番の悟り、残した6番の中井、縦に入れてスペースにボールを出す、うまい。さあ悟りと小平ですが、1人かました、悟り仕掛けていく、いいですね、クロスが来た、グランダーのクロスよく戻りました。最後クリアは2番のオケサクでした。高さがあります。11番の西部は今一番外、もうショートコーナーだ。9番の有馬、有馬が縦に入れて、8番の尾崎のクロス、最後6番の中村がさらに中へというところでしたが、もう先ほど1本目の変化と同じパターンですね。1回目は1分という今知らせが入りました。まあ今とにかく川崎監督、これシステムとしては1人前線に有馬を残して4人のディフェンダーにしましたが、そうですね、はい、今は応急対応で、お、いいボールですね。さあ有馬がシュート、ダイレクト、クロスバーの上です、が落として3番の湯沢からもう一度戻す、4番の別荘、12番河内、さあ誰を狙ってくるか、有馬ゴール前だ、一列引いたところからヘリングを落として反転シュート打てるか、10番岩岸、素晴らしいキーパーですね今。しかし体に当てました、キーパー、ね、キーパー1年生の松原、いやーこれが2本目のシュートになりましたが、こぼれ球よく反応しましたね岩岸も。いやーそうですね、あそこら辺の反応の素早さですよね。セットプレーと見ますと必ずチャンスシーンがやってくるというこの試合の立ち上がり、ね、見応えがあります。今度は3本目、サイドを変えて今度は左から6番の中村が蹴ります。いや8番の尾崎です、低いボールこぼれて、これはなんとか拾った。お、あ、しかし前に出ます琉球大柏、残す9番の有馬、前がいた、シュートになってきた、すごいシュートだ、うわ、クロスバーを叩きました。お、強烈な左足、有馬大聖、いやー目の冴えるようなミドルでした。すごいシュートでしたね、伸びのある軌道、ちょっとブレてるのでキーパーも反応しにくかったかもしれないですね。まあ背番号こそ違いますが、星稜高校で左利きと言いますとね、本田圭佑選手を放出させますからね、続けます星稜高校です。とにかくこのプレスをかいくぐらなければ同点には追いつけません。抽選、このボール拾えれば攻撃1回成功と一緒ですからね、関川が頭で弾き返したボールです。このセカンドボール、これを拾いたい、激しい接触がありました。キャプテン14番の悟り、残した6番の中井、縦に入れてスペースにボールを出す、うまい。さあ悟りと小平ですが、1人かました、悟り仕掛けていく、いいね、クロスが来た、グランダーのクロスよく戻りました。最後クリアは2番のオケサクでした。高さがあります。11番の西部は今一番外、もうショートコーナーだ。9番の有馬が縦に入れて、8番の尾崎のクロス、最後6番の中村がさらに中へというところでしたが、もう先ほど1本目の変化と同じパターンですね。1回目は1分という今知らせが入りました。まあ今とにかく川崎監督、これシステムとしては1人前線に有馬を残して4人のディフェンダーにしましたが、そうですね、はい、今は応急対応で、お、いいボールですね。さあ有馬がシュート、ダイレクト、クロスバーの上です、が落として3番の湯沢からもう一度戻す、4番の別荘、
12番河内ポンと浮かせてテクニックを見せます。9番の有馬のクロス、11番の西